お時間は大丈夫ですか？あ、今日はい、わかりました。このお時間いただいてありがとうございます。はい、うちの会社は元くん10年ぐらい前なんですけど、はい、でテレビで放映されたものですので、また見ておいていただけたらと思います。あ、わかりました。簡単に会社のことだけお伝えします、はい、結構まあ有名どころさんに一応使わさせてもらってます。震災のことは支援活動であるとか、はい、スポンサーなんかもしてるので、本当に大手ハウスメーカーさんレベルの金額だと思います。あと、どんな塗料を塗るかがものすごく大事なので、塗料の種類と金額を見ていただければと思います。はい、1つ目の塗料なんですけど、一番お安く塗れます。日本ペイントさんのタイルラックっていう塗料で、ただお客さんの中にはモットという方もいまして、はい、それだって十何年かしてまだ塗装するの嫌だっていう方もいるんですよ。すごくて、自社で30年も塗料を作ったんですよ。自社で自分たちやってたんで、じゃあ僕らもそういった塗料を作った方が、まあ、大手さんのやってる技術とかもちょっと真似していこうということで、そういう塗料を作ってもらったんです。で、これもね、世の中に出てる塗料の中では最高ランクの塗料になります。5、6年の塗料、はい、これで塗った場合、足場とかも全部込みで、割れてる箇所とかの補修も込みで、これ120万円です。これアフターとか工事保証も全部込み込みのですね。最後、これはちょっと別格でして、塗料の関数を3倍使うんで、それを考えるだけでもう、かなり金額貼るんですけど、あと25巻ぐらいかな。結構300万、400万ぐらいするんじゃないのって言われたりするんですけど、これで260万。倍にもならないぐらいで塗れるというね。あ、屋根もらった金額。あ、屋根はですね、31万円。で、これが通常の金額なんですけど、で、これで、普段ご縁いただくことも多々あるんですが、うん、今回はちょっとタイミングがすごく良かった。普段これ、タイミングが悪かったらこれでご検討いただくんですけど、はい、ここから金額を極端に下げさせていただきます。はい、最後、それ見ていただいて、まあ、どうかなとご判断いただけたらと思うんですが、金額の下げ方が重要でして、はい、一番下げる方法としては、テレビコマーシャルを減らしてその分を値引きに当てることにしたんですよ。で、下げるにあたっていくつかお願いがありまして、金額を伏せといてくれてるんですよ。予算数で下げる、テレビコマーシャル代から使うので予算がなくなったら終わりなんですよ。例えばこちらのうちで、あ、いくらでできたらいくら下げてもらったよって話が前に来た時、あ、それいいね、じゃあうちでもってなって声かけてもらっても予算なんです、ごめんなさいって話になるので、あ、この金額はじゃあ誰かに教えるんだね。そうですね、限りがあるってことじゃないですか。はい、あとどれぐらいの件数はちょっと僕の方までは降りてこないんですけど、一番値引き幅が大きいのが、まあ、同じお考えなんですけど、これが一番値引き幅が大きくて、やっぱ他社さんと差別化をしていきたいので、他社さんとか大体これなんですよ。で、これと比べれば見た目が綺麗なのと、やっぱり仕上がりの今回なんですけど、これ屋根込みの金額を出しますね。はい、この塗料で塗っていただいて、足場代に関しては着工日を決めさせていただけることですね。これは、着工日を決めさせていただけるという場合は、これ完全にゼロでいきます。傷んでる場所の目印とか、あと基本の工事ですよね、ここも全部お客様からの負担をこのゼロで、材料代からも値引き少し入れて、屋根込みです。屋根込みでこれでいきます。100万多分値下げぐらいです。100万多分値下げぐらいです。さっき100万も下がるんですよ。さっき290万だもんね、見ても。ここまで下がると、内容の中にその分抜かないのもしかしたら、誤算が流れるかもしれないですけど、先日お伺いしての説明の時もそうですけど、やっぱり、ちゃんとした施工ができるからこそ、次につながりますし、ご近所への評判にもつながりますので、失敗はされませんので、施工に関してはもうきっちりとさせていただけたらと思います。だってかかってる金額が屋根もサービスになってる、足場もただ、このシート代もただってことですか。そうです。コーキングの20万トイと、ハフと軒天でしょ。軒天も塗ります。塗装全体部は塗装してくれて、あと雨引いてくれて、洗浄か洗浄もただ、はい、マスキング上は窓も、こっち値引き11万5000円っていうのが、これも正直こっちの金額はもうここの足し算とかと全然関係ない金額なので、あまり気に、うん、別に何を引いたかとかいうわけじゃなくじゃないです。なんでもともと入ってる年費です。あ、そんなのあるんですか。はい、本
回あのタイミングが良かったのでこの値引きも入ってるんです。ガッと値引きも入ってるんですけど、普通の時やったらそこの値引きも入ってはないんですけど、まあ会社がやってる。じゃあこれ逆に言ったらテレビ CM の焼き取った時は、はい、そのプラス110万ぐらいは乗っけてたってことですか、簡単に言ったら。もちろん CM 代だけじゃないですけど。あわお、なんでこんなに綺麗に、あ、好き、なんだ、なんでこんなに綺麗に、はい、返事は今日じゃないともらったんですか。いや、明日でも明後日でもいいんですけど、それは予測報告を変えた時に変えるので、190よりも下がることはもうないんですけど、はい、上がる可能性があるので、あー、早くしない、個人的にはですけど、個人でもあの会社からも即決でお客さんを困惑させることは絶対したらねっていうのを教育できるので、あ、悪く変えてた、もうないかったらいいなと、もう7割8割と思われているのであれば、まあ、ぜひ今回任せていただけたらなと思います。すいません、ありがとうございます。はい、すいません、すいません、ありがとうございます。いや、すごいですね。これは商売道具半分も使わないんですけど、何か